ハバフォード郡区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のデラウェア郡のホームルール自治体タウンシップである。公式にはハバフォードタウンシップと呼ばれる。1977年からホームルール憲章の下にあるがペンシルベニア州タウンシップ法の下にある第1級タウンシップと同様小選挙区から選出された行政委員が作る委員会によって運営され続けている。 ハバフォードは1682年に設立され、1911年に法人化された。フィラデルフィア市の北西に位置している。ハバフォードという名前は、ウェールズのハバフォード・オエストから取られた。ハバフォード・タウンシップの中には、ハバフォード、ブリンマール、アードモア、ドレクセルヒル、ワインウッドの地区が入っている。ハバタウンという未編入の町がハバフォード・タウンシップに、 完全に取り囲まれる形である。2010年国勢調査での人口は48,491人だった。ハバフォードタウンシップは2つのゴルフクラブで、それぞれ男子プロゴルフのメジャー大会を主催したという特徴がある。すなわち、メリオンゴルフクラブでは1934年、1950年、1971年、1981年、 2013年の全米オープン大会をラナーチカントリークラブでは1958年の全米プロゴルフ選手権を開催した。ハバフォードはアッパーダービータウンシップ、チルトナムタウンシップ、ローワーメディオンタウンシップと共にフィラデルフィア市郊外の中でも内側の輪を形成している。ハバフォードタウンシップはウェールズトラックとすなわちバロニーの一部としてウィリアム・ペンが区画を決めた。 1681年、ウェールズ出身のクエーカー京都の代表者集団がペンと会見し、現在のハバフォード、ラドナータウンシップ、ロワー,ーメディオンタウンシップとなっているところに購入していた土地4万エーカーの開拓について検討した。冒険者の会社が結成され、最も著名な人物は5000エーカーの土地の新託を受けた。 最初の3家族が到着したのは1682年だった。ルイス・デイビッドヘンリー・ルイス、ウィリアム・ハウェルが南部境界に沿った土地を選んだ。この地域は20世紀の最初の20年間まで主に農地だった。1860年の国勢調査では、家畜の価値を62,485ドルと評価し、 と殺された動物は11,255ドル、収穫された穀物は46,049ブッシェル、果樹園と庭園の作物は4,090ドルと評価されていた。タウンシップの境界の一部を形成する日本のクリークが初期開拓者にとって良好な工場立地を提供した。店のダービークリーク沿いには1707年、リチャード・ヘイズ・ジュニア、デイビッド・モリス、 サミュエル・ルイスがハバフォード・ニューミルと呼ばれた製粉所を建設した。後には製材所も付加された。この工場は1904年まで創業されていた。マープルタウンシップとの境界近くにはハンフリー・エリスが大変初期の縮み貢きを動かしていた。1807年、ヘンリー・ローレンスがこの場所に製材所を建設し、1832年、 その息子ウィリアムがその傍らに製粉所を建設した。その製材所は125年間以上も家族経営が続けられ、ハバフォードタウンシップでも最古の現存する産業となっている。東側境界にはインディアンがカラクングと呼んでいたコブスクリークがあり、多くの工場があった。ハバフォードミルは1658年にウィリアム・ハワェルが建てた最初の製粉所だった。 ダニエル・ハンフリーズが1703年に、それを買収し、製材所と縮みみつるき、染色機を建設した。これらの資産は1826年に、デニス・ケリーの資産に加えられ、キャッスルヒル・ミルズとなった。この場所は、コブス・クリーク西岸のイングル道路のすぐ北にある。1800年頃、ピーター・ブラウンが、コブス・クリークの水源に製粉所と製材所を建設し、 1810年、ジョナサン・ミラーが、現在、ミル道路とカラクングドライブの交差点となっている場所に、製粉所と製材所を建設した。イスラエル・ウェレンシニアが、コブスクリーク沿いに、ナイターホールパウダーミルズを建設し、それが1810年まで運転されていた。アメリカ独立戦争の時、この国では、黒色火薬がほとんど製造されず、鉱山で掘り出す必要があった。 1810年から1840年の間に、これらの工場が国内第2位の生産量となり、1812年には80万ポンドを生産した。この工場は1840年に創業を止め、デニス・ケリーに売却された。ケリーはそれを綿製品と木製品の製造に転換した。1814年、デニス・ケリーは金を借りて、 コブスクリークソイの工場用地を買収した。クリントンミルズと呼んだ小さな木造の工場を建設した。これが大いに成功した事業となり、工場を拡大した後で、さらに下流にシーダーグローブミルを建てた。ケリーはアメリカ合衆国政府と1817年から1860年まで材料を供給する契約をし、 1800ドルから41370ドルを売り上げた。輸送手段が改善され街は発展した。1833年、フィラデルフィアコロンビア鉄道が開通し、ブロード通りとカローヒル通りからパオリまでを結んだ。さらに1835年にはピッツバーグ市まで延伸された。線路は田園部を曲がりくねって進み、ハフォードタウンシップでは、 鉄道アベニューを通った。これはアメリカ合衆国で初の一般商業用鉄道だったが、1860年代後半まであまり乗客を運ばなかった。ペンシルバニア鉄道が1857年にコロンビア鉄道を買収し、西部への本線となるものの路盤を変更し始めた。ハバフォードの初期の地図。 フィラデルフィアウェストチェスターターンパイク社が最初の有料道路を建設し、その後フィラデルフィアウェストチェスタートラクション社を形成して市外電車線を建設し、1898年には開通した。1902年にアードモア線が追加され、多くの新しい住宅が建設された。市外電車がフィラデルフィアへの良い輸送機関となり、 労働者たちがフィラデルフィアへの通勤を始めた。小さな区画に建てられた手頃な価格の住宅、ラナーチ、ブルックライ、オークモントなどの町になっていった。ハバフォードタウンシップの人口は1900年から1925年の間に2倍に成長した。20世紀の初め、裕福な家族が多くの農地を買収し、そこに邸宅を建て、 夏季のような新しい敷地に庭園を開発した。オールゲーツ2009年11月撮影ゴルフ場もいくつか開発された。メリオンクリケットクラブゴルフ協会がクリフトンホールと古い農家をそのクラブハウスに組み入れた。広さはメインコースすなわち東コースで140エーカーあり、西コースは160エーカーある。ラナーチカントリークラブは 広さが126エーカーある。ペンシルバニア鉄道ゴルフクラブが1925年に設立された。アーリントン道路、マノア道路、市境に挟まれた広さ109エーカーである。このゴルフ場は1943年にワーナーウェストコーポレーションに売却され、同社はチャタム公園を開発した。 最初に教育目的で建設された建物は1797年のフェデラルスクールだった。1800年代、教室一つだけの学校が4校と教区学校1校が建設された。19世紀後半は現在の教育体系の始まりになった。第二次世界大戦後、それまでの学校群に追加されて新しい高校1校。 一階建て小学校三校が建設された。今日、中学校一校、シニア高校一校、小学校五校、教区学校四校、私立学校四校がある。ローレンスキャビンローレンスキャビンデイビッド・ローレンスは、ハバフォード・タウンシップのウェールズ出身の初期開拓者だった。妻のエリノア・エリスとその家族と共に1684年に移住してきて、 その義父に払い下げられていた土地を一部引き継いだ。その息子のヘンリー・ローレンスが1709年にダービー・クリーク沿いの土地209エーカーを購入した。そこに建てられているマルタ小屋がこの購入時点により前のものかどうか分かっていないが1730年頃に2階半建ての石造り部分が増築された。さらに後には下見たばりのサマーキッチンが追加された。 サンダーイカオクと呼ばれるようになり、1942年まではローレンス家が所有していた。1797年建設のフェデラルスクール1797年建設のフェデラルスクールハバフォードタウンシップで最初の学校のための土地を購入した記録は1797年10月29日のものだった。アレクサンダー・サイミントンが 現在のダービー道路とカッパータウン道路の交差点近く4分の1エーカーと3パーチの不規則な形をした建設用地と引き換えにゴシリングを受け取った。その支払いは5人の新宅員からなされた。すなわちフィリップシーフ、ウィリアム・ブルック、フランシスリー、デイビッド・ライアンズ、ベンジャミン・ヘイズ・スミスであり、前日ハバフォード・タウンシップがそこに学校を建てるために、と記されていた。 1797年建設のフェデラルスクールは、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ポントレディングテー、ポントレディングテー、ポントレディングテーは、ハバフォード道路の東寄りにある。アードモアトロリーのブルックラインオークモントと、アードモアの間の路線の交差点にあり、フィラデルフィアウェスタン鉄道のアードモア、ジャンクション駅に近い。 アセスコンスティチューションを建造したジョシュアハンフリーズの邸宅だった。このアメリカ初期の美しい建築例は今も残っており保存状態も良く補修も行われている。1730年から1760年に建設された中央3階建て部分に1813年に正面部ぶつけ加えられ、さらに1683年には建設されていた後部にある 当初の2階建て部分に付加された。この最初の部分にあるマルタ壁の一つは玄関を入って、すぐの壁に見られる。家の周囲は、もともとの森の一部だった大きな樹木に囲まれ、影を落とされている。ナイターホールナイター、ホールパウダーミルズは、それがある谷の名前にもなっており、1800年からいくらも経たない時に、イスラエルウェレンが建設した。 申請感もないアメリカ合衆国は爆発物を必要としており、この工場は米英戦争の間に80万ポンドの火薬を生産して繁盛した。ブランディワインにあるデポンミルズに次いで国内第2位の黒色火薬生産量と品質を誇った。1840年に火薬工場が閉鎖された後、デニス・ケリーがその土地を買収し、建物は繊維の製造に転換した。 ナイターホールはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。グランジエステートグランジエステート、別名、ミーンコックあるいはクリフトンホールはフィラデルフィアに近く建てられた歴史的邸宅である。1700年に建設され、1850年代を通じて数回拡張された。1974年、ハバフォードタウンシップが買収した。 1976年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は10.0平方マイルであり、すべて陸地である。ペンシルベニア州の裕福な地域である、メインラインに属し、また当初のウェールズトラクトの中にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。先祖と申告された。 民族別の構成は以下の通りである。ハバフォードタウンシップは第1級タウンシップであり、9つの小選挙区から選出された行政委員会が統治している。アメリカ合衆国会議員の選挙では、ペンシルベニア州第7選挙区に、衆議会会員では第166選挙区と、第163選挙区に、衆議会上院では第17選挙区に属している。 ハバフォードタウンシップの領域にあるゴルフ場でこれまで6回の男子メジャー大会と11回の男女アマチュア選手権が開催されてきた。ボビー・ジョーンズは1930年にメリオンゴルフ場で年間グランドスラムを完成させた。ベン・ホーガンは恐ろしい自動車事故の後で1950年の全米オープンでカムバックを果たした。 メリオンゴルフクラブの18番ホールにあるベンホーガンのショットを記念する名番ラナーチカントリークラブで行われた1958年の全米プロゴルフ選手権はマッチプレー形式からストロークプレー方式に変更された最初の大会でありビリー・キャスパーとサムスニードを破ってダウ・フィンスター・ウォルドが制した1971年の全米オープンでは18ホールのプレーオフで リー・トレビノがジャック・ニクラスを破った。このプレイオフの日の一番ティでトレビノがニクラスにゴム製のヘビを投げて渡したのが有名な話である。全米オープンは2013年にもメリオンで開催されジャスティン・ローズが優勝した。ハバフォード・タウンシップで開催された主要なゴルフ大会と優勝者は次の通りである。1958年全米プロゴルフ選手権は ラナーチカントリークラブで開催され、それ以外はメリオンゴルフクラブで開催された。南東ペンシルベニア交通局のノリスタウン高速線ではタウンシップ内に次の駅がある。ハバフォード高校、ハバフォードタウンシップ内で最初に教育目的で購入された土地の記録は1797年10月28日のものだった。ダービー道路沿い、カッパータウン交差点の場所に 石造りの建物が建設され、1872年まで学校として使われた。今日も残りフェデラルスクールと呼ばれる。この学校は、ハバフォードタウンシップの子供たちに歴史の窓として機能している。タウンシップ内の4年生はこの学校で1日を過ごし、1797年の生徒にとってそれがどのようなものであったかを学ぶ。ハバフォードタウンシップに住む 公立学校の児童生徒は、ハバフォードタウンシップ教育学区の学校に通っている。この学区には5475人の児童生徒が通い、対象となる住民人口は4万9000人以上である。小学校5校は幼稚園から5年生までを教え、ハバフォード中学校は6年生から8年生、ハバフォード高校は9年生から12年生を教えている。住民は、 幅広い教育機会を提供されている。成人夜間学校、ゴールデンエイジプログラム、高齢者、プロム、高齢者向け税補助プログラムなどである。デラウェア軍、コミュニティカレッジのコースもある。ハバフォードは、デラウェア軍商工会議所とメインライン商工会議所の会員であり、地元大学、カレッジ、企業、サービス組織、不動産業者、地域団体、 高齢者組織と共同事業を行っている。1989年、地区のコミュニティリレーションズプログラムが全米学校パブリックリレーションズ協会から全米功績賞を受賞した。ハバフォードカレッジの設立者ホールハバフォード大学がタウンシップ内にあり、一部はロワーアメディオンタウンシップ内にも入っている。1833年にソサイエティオブフレンズが 設立したアメリカ合衆国で最初のカレッジであり、広さ225エーカーの敷地には歴史的な建築物もいくつかある。プリンストンデビューが挙げる国内357のベストカレッジの中で全体的な卒業後の経験の良さで第6位になった。そのリストに挙げられる多くのカレッジとは異なり、フィラデルフィアという大都市圏の中心に近く、 多くの機会が与えられる位置にある。ありがとうございます。